どうもキャンバスの大海です、えー、キャンバスクロージングという服を作ったりキャンバスストアという服屋さんやったり、えー、キャンバスフィルムという名前でフィルムをやったりしていますあとエクスプレッションという、えー、東北のストリートカルチャーあとはクラブ情報やアーティスト情報などを発信する活動などもしています、えー、今日もなんと引き続きトビさんにちょっと今日は熱い話を聞こうかなと思って、うん、今回はトビさんに来てもらってます、うん、よろしくお願いしますありがとうございます もういだのいやでもね今まで結構3回ぐらい話して頂いてトビさんが出てきた話から服屋さんだったりヒップホップにハマってっ話とかソースがどうやってできてったかって話を今までのヒストリーをすごく聞かせていただいたんですけど今回は。 ヒストリーではなく先を見てて話したいなと思ってますすんですああ今後の話はい思ってますんですって今あの俺そういうのああて気づいてたけど、はい、そのまま通してもいいと思ってたのいや多分通したらリスナーに突っ込まれるんで最初に自ら手を挙げたみたいな感じですね <laughs> 大事だと思います。でもそのまま行くんですけどい,い,いきましょういきましょう で、今後なんかそのソースやってきて、まあ、いろいろ思ったりとか、まあ、その中でまたなんか夢目標っていうのは。出てくるのかなと思うんですけど、なんか展望とか,か目標みたいなとあるんですか、トビさん。大きく言っていいの?。お、全然、全然、全然言ってください、大きく。マジで大きく言っていい。はい。いいですか?。いいっすよ。一回リスナー聞いてみます。いいですか?。<laughs> いいですか?。<laughs> はい、それ言われたら俺今「世界平和」って言おうと思ったけど、ねはいね、タイミングずらしちゃった。<laughs> なんだろうね,何,だろうね何やりたいのかなって言われたら、うんうん、これから何言われうんやるってなった時に、うん、本当にそのみんなのこみんなとかほら大海君とかはいつもお世話になってる人とかさ仙台コネクションもあったし、はい、あだけどなんか。 みんなとまたやりたいみたいな楽しいことやりたいとかあるしイベントをやっぱりこうもっと打っていきたいのもあるしあと仕事面は俺ねペンションやりたいペンションあのままるるペンこれいつもの近くん一緒に飲んでるけどその話まだ聞いたことないですねこれは うん、夢、お<ー>めっちゃ先の話だけどねはいはい、はい。え、ど、どんなペンションんですか、どんなコン,ンとかして、夫婦でみたいなですか。すいや、あのー、ちゃんと部屋に。はい、もう、すごい綺麗で、料理も出て。はいはい、すごい美味しい料理とかも出て。はい、もう、一日二組限定でや。で<ー>、山、山でやりたいの、二組限定で、美味しい料理とか出して。はい でちょっと広場って、はい、夏にはちゃんとこうフェスちょっとしたフェスできるような環境とかあったりとかして、はいはい、で来てくれたペンションの人たち、はい、だからその夏のあのフェスはある、はい、あの関係なくイベントでやりたいってことあるんだけどであのー、ペンションに来てるお客さんたちにはちゃんとおもてなしをして、はい、もう美味しい料理出して 1>,、うん、1日2組限定、はい、山に来てもらってで 俺もありがとうございます。仲良くなりつつ、ね、ちゃんと、ちゃんと待ってもらった時に、あの…家族とか関係ない。一人でも来てもらった、はいうん。で、ちゃんと部屋に、あの、デリヘルの、あの、あれも用意,用意デリヘルの用意するんですね。そう。山にまで来てもらう。山にまで来てもらう。山出る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 って、用語あんなから。<laughs> <laughs> 山出るで。山で出るみたいな。デリな山出るとか。<laughs> 確,か確かに、確かに。 山ヘル山ヘルうん山女来るんですね山女いいんすかそれいいんすかそれ高い高いんですか安いですかいやいや安いでしょ安いですね山山があるってことその辺の猿連れてくるのね猿があてがわれるんすね猿サルメスサ連れてきて猿ル連れてきてもう怒ってる声もあいごも全部聞いだからねそう遠吠えみたいに言うかて きって言うからまあまあまあそれは夢じゃないけどそう生きって言わせるのは夢じゃないけどでもそのうんペンションはマジでやりたいうん本当の夢だねそれ何歳ぐらいとかあるんですかそのやりたいそのペンションやりたい話っていうのはペンションはやっぱりね90歳までやりたいね 生きるねえ90はでその頃には90まで当たり前に生きる時代かもしれないですもんねそうそうそうもうれるでも働くんすねそこまで90になっても働くんすねいや俺はとりあえず80までソースやるつもりだからそれの方がい先のの話すすごでねやっぱりその飲み屋さんをね80までやるって決めてあと50年50年たったら87か88か 年明けたから88歳まで俺はソースやってるから2年で準備してペンション90くらいそうペンションどこなんか山ペンションだからやっぱ山か山勝手にやるっちゃ勝手にやるんすね土地のあの金関係ないですね勝手やらしい話だけどこれ先輩聞いちゃったねあれだけど先輩山持ってる先輩もいて「ちょっとお願いしたいから」ってあんのようん あいいっすねでしょうそうそうそうなんかさなんかもうやっぱ山だよね海より山 <laughs> やっぱ山だよね、うん、山のほ好きっすか山ってチャラくないじゃんまあ海はチャラい感じ,じいチャラいじゃんで海って人死ぬじゃん <laughs> いやもう山も死のうと思えばって大体その熊でしょ熊にやられて <laughs> 熊とか崖から落ちたとか崖そ川それホンに山じゃんいやそこまで山じゃない滑落で死んだりするでしょ、うんはあ そんな山じゃないの。<麓>俺が言ってんのは、本当にあの、なんだろう。公園にあるぐらいの山でいい。<laughs> それ、どういうことですか。怖いわ。<laughs> ペンション立てるなんから、邪魔は邪魔する、ね。<laughs> ペンションも。い普通にほら、なんかあるじゃん、裏山とか。はい,は,いはい。裏、裏山とかなくて、普通に。その辺あるじゃん、うん、あの、なだっけ、仙台で言ったら。うん スキー場の方とか全然やる滑落はないよね滑落はそうですねルートによってはそういうとこでなんかこうやりたいなえ料理も自分でするんですかそうパクっただし巻きですかだしあの5品出すって全部だし巻き出すから味違いな中身が違うな納豆ハワサビ何巻いてるかッシュはあの 名で市も出し巻きですか出し巻きの中にはい、出し巻き出し巻きの中になん、なん、なんて言ったら面白いそうだ。もうここまだ今、じゃあリズラさん笑わせるから出し巻きの中に小鳥の死骸どんびきっす死骸入ってるですからもう死骸っすね はい、しかも卵だしね、なんか,かんぐるよね,ね卵だし、小鳥の芝居だし <laughs> ス,ズメスズメとかそこらへん入れんじゃん <laughs> 今まあそこらへんのやつ入れんすよね <laughs>、うん、そう足とか硬くてうまいよな、ね、食ったことないですよね、絶対くてうまいたし巻きの柔らかい意味だよねカん出しとかでバキッてく <laughs> 小鳥の芝居 <laughs> 盛りだし食った後にもう口の中に血だらけになっておくる <laughs> そんなに硬いんだ、鳥の <laughs> <laughs> もう。えー 脱線しまくりだけど、話が。ペンションからこと。ペンションね。でもペンションやりたいな。まあまあペンションを置いといて。今その仙台でやりたいことは、この今。近況でやりたいことは。やっぱり。店をね、やっぱね。店をやる。が、もう一店舗やる。おお。ちい GJ い、ちいちゃい居酒屋。ちいちゃい居酒屋やりたいから。うん。 自製使がやって、あとはイベントをガンガンやっていきたいですね。はい、それは実現するように、じゃ、今年ちょっと二三、二十年頑張りましょう、はい。あと彼女欲しいから、彼女募集してください。はい、ディで、あの、興味ある方、連絡いただけたら。今日は、えー、とどみさん、じゃ、ちょっと展望を聞かせていただきましたんで。今日は、えー、その、この辺で、ちょっと小鳥の死骸の話も終わりに、いた,だきたいと思います。<laughs> 彼女募集中。ありがとうございました、とびさん。ありがとうございました。ありがとうございました。